クラインジェンはクライテック開発のゲームエンジンである。この図はゲームエンジンクラインジェンの系譜を表している。クラインジェンはファーストパーソンシューターのコンピューターゲームファークライで使用されたゲームエンジンである。もともとはエンビディアの技術デモンストレーションのためにクライテックが作っていたものだが同社がそれのポテンシャルを見抜きゲーム開発へと相なった。 バーテックスシェーダとピクセルシェーダの3.0に対応したビデオカードが発売され、クライテックは描画改善機能の一部を使用したエンジンのバージョン1.2をリリースした。その後同社はクラインジェンバージョン1.3を開発した。これにはハイダイナミックレンジイメージライティングへの対応が追加されている。このエンジンは MMORPG タワーオブアイオン用に NC ソフトへとライセンスされている。2006年3月30日に、指ソフトは、ファークライシリーズに関するすべての知的財産権と、クラインジェンのファークライ版の永久使用ライセンスを取得した。クラインジェンには、クライテックが開発したゲームエンジンであり、ファークライで使われたクラインジェンの後継である。クラインジェンには、クライテックのゲーム、クリシスで使われ、 アップデート版のエンジンがクリシスの外伝にあたるクリシスオーヘッドで使われた。また、MMORPG のエントロピアユニバースは最近、そのグラフィック機能をクラインジェン2にアップデートした。2009年3月のゲームデベロッパーズコンファレンスでクラインジェン2の後継であるクラインジェン3が XBOX360 とプレイステーション3上で披露された。クラインジェン2が最初に 外部ライセンスされたのは建築都市計画のコンサルタントを行うフランスのイメイグップ社だった。ライセンスの使用目的はこのエンジンを使うことで実際に施行する前にビルやその他の建築物がどのように見えるか顧客へ正確に提示することが可能となるからだった。二0 1年三月七日現在進行の開発会社であるシンプソンスタジオはクラインジェン二の バイブライセンスを受けた。同社は、テラフォーミングされた火星を舞台とするメタバースでの使用に関してライセンスを得た。このメタバースは後に、ブルーマーズと名付けられた2007年3月11日、クライテックは、この新規 IP に基づいたゲームを制作するためにエンジンを使用していると発表した。それは、クリシスの一部ではなく、実際は、 ファーストパーソンシューティングゲームですらないかもしれないと確認された。2007年9月17日、フロリダの美術大学、リンディング・カレッジ・オブ・アート・デザインは、教育目的でクラインジェン2のライセンスを受けた、世界初の高等教育機関になった。2009年3月11日、クライテックは2009年の3月25日から同27日まで開催される。 ゲームデベロッパーズコンファレンスにて、クラインジェンさんを披露すると発表した。新しいエンジンは、マイクロソフトウィンドウズと、プレイステーションん XBOX360、Wii U での使用を想定され、作られていた。PC プラットフォームについて言えば、このエンジンは、ダークテックス9及び10、11での開発に対応しているようだ。2009年6月1日の時点で、 クライテックが自分たちのブランドの新しいエンジンでクリシス2を制作中であると発表された。クラインジェン3は2009年10月14日にリリースされた。2010年3月1日、2010年の i3D シンポジウム用にこのエンジンの新しいテックデモがリリースされた。これはリアルタイムなグローバルイルミネーションを実現するための カスケードライトプロパゲーションボリュームという技術をデモンストレーションするためのものである。2011年6月11日、オーストラリア国防軍はオーストラリア海軍の隊員をクラインジェンサンソフトウェアを使って作られた仮想のキャンベラ級教習揚陸艦上で訓練させることを公開した。2011年7月1日現在、特にクリシス2用のカスタムマップや モッドやコンテンツを作るためのクラインジェンさんのモッド、SDK バージョンがクライテックのウェブサイト上で利用可能になった。また、クライテックは飛翔用のゲーム制作用のクラインジェンの無償利用版もリリースした。これは2011年8月17日のことであり、クラインジェン 3SDK と名付けられた。クライテックは二0 1年九月九日、クラインジェン3を利用し、コンソールに オリジナルのクリスを移植していると発表した。2011年10月4日に XBOX Live と PlayStation Network でリリースされた。2013年8月21日に、クライテックは次世代のクラインジェンにはバージョンナンバーが持ち越されないと発表した。この決定の理由は、この新エンジンには過去のクラインジェンのバージョンと類似点をほとんど持たないという事実だった。 新しいクラインジェンはプレイステーション四4や Xbox One、Wii U などの次世代プラットフォームをサポートする。そのため他と混同しないように外してクラインジェンと呼ばれるだろう。もともとサンドボックスエディターと呼ばれていたクラインジェンサンフリー SDK はクライテック作成のゲームエンジンクラインジェンの流れの中でレベル作成に使われるレベルエディターの最新バージョンである。 ツールには、スクリプトやアニメーション、オブジェクトの作成を補助するソフトウェアも含まれている。それは、たくさんのクライテックのゲームに組み込まれてきていて、モッド作成のために広く使われている。編集スタイルは、サンドボックスのコンセプトに基づいていて、広大な地形やミッションプログラミングの自由度に特に力を入れている。エディターは、屋内環境も作成できる。 いっぱいになった世界のスペースからエリアを引いていくといったような引き算の編集スタイルを使うアンリルドのようなエディターとは逆にこのサンドボックスは足し算スタイルである。オブジェクトは全体的に空っぽなスペースに追加される。非常に広大なの地形を作る上でこのサンドボックスが特に特質していることは風景の中にテクスチャを塗ったりオブジェクトを配置するということに アルゴリズム的なことを使っていることである。テクスチャの分布や植物のタイプを決めるために多くのパラメータを使っている。これには時間の節約やそんな広大な地形のエディットを実現可能にするということが意図されており、同時に現実の世界全体で自由に行動できるスタイルも維持していた。これは広大な地形の幻影を見せるために、 フェイクバッドロップをしばしば使っている一部のエディットシステムとは意味している。あるやり方でゲームデザインに使われる 3D レンダラーのブレンダーと多少を比較してみると、このサンドボックスエディターには一つのキーを打てば現在のデザインをパッと表示できる機能のよう備えている。これにはゲームエンジンがエディタ内で事前に動作しているためゲームをローディングする必要がない。 プレイヤーの視点がエディターの 3D 部分に表示される。またエディターは乗り物や物理、スクリプト、ハイクオリティなライティングなどのクラインジェンの特徴をすべてサポートしている。具体的にはパリバンプ技術やシェーダー、3D オーディオ、キャラクターの逆運動学、そして混合アニメーションや動的ミュージック、リアルタイムソフトパーティクルシステム、 そして統一された FX エディターや遅延ライティング、放線マッピングとパララックスオクルージョンマップ、そして高度なモジュール型 AI システムなどが挙げられる。ありがとうございます。